を使ったラバーガードからチョークを決めていきます。まずクロスガードの状態ですね。両足でしっかりと相手を挟みます。そうしましたら相手のガーベラを外します。しっかりと、外してください。ここまでラペラが外れましたら、相手の左脇の下から通して、自分の、左手に渡しますが、この時ですね、自分の左手、相手の頭ですね、首を持って一緒に寝ます。そうすると、ラペラも近づきますし、相手も近づきます。そうして、自分の左足ですね、自分の左手で持って、相手の右の脇下から通すようにして、このようにしてラペラを掴んでいきます。この右手ですね、脇を刺している右手を脇から抜いて、自分の、この左足に通しているラペラを掴みます。この時に自分の、右の横ですね、ここを相手の首筋に当てるようにして、しっかりとこのようにして相手を押さえつけます。ここまで来ましたら、自分の右足、ね、相手の腰もにやって、相手のこのように、胴体から抜きます。そして、相手の、左脇の下、通して、膝を出していきます。ここまで来ましたら、エビをして、相手に刺して、横に入っていきますね。ここまで来ましたら、自分の右足を相手の頭の後ろに通して、自分の右足下に下げて、自分の右手を引くとチョークが出てきます。